はいでは皆さんこんにちは。今回はスパイダーマンの今後について話していきたいと思います。トム・ホランド演じる MCU のスパイダーマンは今後少なくとも3部作が作られていくことが分かっています。そこで気になるのがノーウェイホームで登場したトビー・マグワイアとアンドリュー・ガーフィールドで、スパイダーマンのシリーズの監督をしたサム・ライミと同じシリーズで MJ を演じたカースティン・ダンストがコメントをしているので、こちらを交えながら今後のスパイダーマンについて考えていきたいと思います。まずサムライミですが、サムライミといえばスパイダーマンの3部作のシリーズで監督をしていて、5月4日に公開されるドクターストレンジ・イン・ザ・マルチバース・オブ・マッドネスの監督も務めています。2004年のスパイダーマン2を見てもわかる通り、サムライミはもともとスパイダーマンの世界をさらに広げていく計画があり、そのためドクターストレンジの名前が登場したりもしていました。それ以外にも当初はスパイダーマンの4作目の計画もあり、敵としてはバルチャーが登場して、毎回映画に欠かさず登場していたブルース・キャンベルは実はミステリオだったという計画もありました。そしてそんなサムライミがエンパイアマガジンのインタビューで答えたのが、ドクター・ストレンジの前の映画としてスパイダーマンの映画を監督したいという衝撃発言です。ドクター・ストレンジの前の作品といってももう公開されるじゃないかと思うかもしれませんが、おそらくこれはドクター・ストレンジの3作目を表していて、ドクター・ストレンジ3の前にスパイダーマンの映画を監督したいということだと思います。もちろんこれでスパイダーマンの4作目が決定したわけではありませんが、監督がこのように前向きに捉えているというのは結構大きいと思います。それというのももともとスパイダーマンの4作目が中止になったのも、ソニーの色々な要望があったり、監督のサムライミがうまい話を作っていけそうになかったのが原因でした。スパイダーマン2までは監督のサムライミの計画通りに進んでいたようですが、スパイダーマン3に関しては少しずつソニーの意見も結構入ってきて、サムライミが当初予定していた物語とは少し違う結末を迎えています。その最大の変更点がベノムで、もともとサムライミはスパイダーマン3にベノムを登場させる予定はなく、ベノムは人気キャラということでソニーからの要望があり、それで付け加えたキャラクターでした。スパイダーマン3で登場したベノムはコミックのものとは大きくかけ離れていたため、監督もその批判などを受け止めており、スパイダーマン3はうまくいかなかったと認めています。スパイダーマン4ではその挽回になるはずでしたが、ソニーは敵としてリザードを登場させてほしいという要望などもあり、結局は中止になっています。先ほども話した通り、もともとはスパイダーマンの4作目ではバルチャーが敵として登場する予定で、それに加えブルース・キャンベルのミステリオ、そしてソニーの要望でリザードということになりそうだったため、そういった複数人の敵を再び登場させて物語を描いていくことができないと思ったのかもしれません。スパイダーマン3では3人の敵が登場していたため、それをさらに上回る物語となれば、敵は最低でも2人、またはそれ以上登場させる必要があったため、再びソニーの要望であるリザードを加えつつ、スパイダーマン3のような失敗を避けるのはかなり難しかったのだと思います。今回サムライミが再びスパイダーマンの監督に前向きなのは、これは言うまでもなくマルチバースの登場があると思います。ノーウェイホームで再び登場したトビー・マグワイアのスパイダーマンをきっかけとして、トビー・マグワイアスパイダーマンのスパイダーマン3以降の生活や、MCU から戻った後の世界の話を描いていけると思うので、マルチバースの登場はかなり大きいと思います。サムライミの意見がマルチバース・オブ・マッドネスの監督をしたことによるのかわかりませんが、ドクター・ストレンジ2の映画では何かしらスパイダーマンの小ネタであったり伏線が登場することも考えられます。監督のサムライミに加えてスパイダーマンシリーズでヒロインの MJ を演じたカースティン・ダンストは、ノーウェイ・ホームには登場しなかったものの、今後スパイダーマンのシリーズでマルチバースに登場したいと語っています。彼女は冗談も交えながら、家の支払いであったり子供を養っていかなければならないから自分も入れてほしいと言っています。主役のトビー・マグワイアは今回ノーウェイホームにも登場したため問題ありませんし、監督も前向きで、そしてヒロイン役の MJ も登場するとなれば俳優の面については特に問題はなさそうです。また仮にトビー・マグワイアとアンドリュー・ガーフィールドの単体作品が公開されないとしても、最終的にはこの2人はまた戻ってくるのではないかと思います。その最大の理由が本当のシニスター6です。ノーウェイホームでは全部で5人の敵が登場していますが、これ以外にも本当のシニスター6が登場するはずです。シニスター6はスパイダーマンへ復讐しようとしている6人のチームのことで、今後はソニーが作っているベノムやモービアス、またクレイブンザハンターなど今後公開される映画も含めて、新たな敵が6人登場してくるということを考えると、トム・ホランドのスパイダーマン1人でそれら全てを倒すのはかなり難しいと思います。その頃にはマイルズ・モラレスであったり別のスパイダーマンも登場していると思いますが、今回登場したトビー・マグワイア、アンドリュー・ガーフィールドが再び戻ってくる可能性はあると思います。一つ気になるのはモービアスの世界で、
モービアスの予告編からも分かっている通り、アメイジングスパイダーマンのシリーズに登場したオズコープが登場していたり、トビー・マグワイアのスパイダーマンのポスターが貼られていたり、ベノム同様にデイリービーグルのロゴはトビー・マグワイアシリーズと同じでした。それに加え、なぜか MCU に登場したマイケル・ギートンのバルチャーも登場しているため、このモービアスに関しては MCU とアメイジングスパイダーマン、そしてスパイダーマンシリーズの全てが融合したような世界とも言えそうです。今回はトビー・マグワイアのスパイダーマン4について見てきました。皆さんはこの計画についてどう思いますか？ぜひ下のコメント欄に残していってください。チャンネル登録もお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。